どうも、こんちゃでございます。ね。夜も更けてきたんでね、お酒でも飲もうということで、今日はこれですね。トリスです。トリスをですね、これウイスキーですね。トリスクラシックってやつ売ってたんで、でね、このグラスがついてたんですよ。このトリスがマイクがついてるグラス。で、思わず買っちゃいました。安いんで、600円か700円ぐらいの安いウイスキーです。1946年製ですね。それでですね、おつまみなんですが、こちらに2つ並んでますね。焼きそばとナポリタンですね。この焼きそばとナポリタン、安いでしょ、これ。定価だよ。139円なんですね。これね、どっちも139円なんですけど、これどこで買ったかっていうとですね、ロジャースというスーパーで買いましたがですね、それでトリスです。トリスと、激安ナポリタンで決めるということで今日はお送りします。じゃあね、ちょっとこの、どっちを食うかなんですけど、焼きそばとナポリタンなんですけど、やっぱりトリスなんで、ナポリタンでいきましょう。カエルちゃんに選んでもらう。カエルちゃんどっち食べたいって、カエルちゃんは焼きそば。あ、でも俺はと、俺はでもゆっくりしたいんだよ。もう今日はカエルちゃんのですね、お茶だけは出して、ちょっとこれ電子レンジでチンしますね。はい、うん。カエルちゃんごめんねってな。カエルちゃんマドラーとか言って。じゃあ行くよ、うん。ちょっとこれ温めよう。よし。うん。2分ぐらいでいいかな。よし。じゃあね、トリスいただきましょう。最初はね、これトリスですね。まだ封を切ってないんで、封を開けます。封を切る音をどうぞ。あれ？開かない。あ、いたいた。お、いい香りだね。やっぱトリスは、いいね。で、これ上、ダッとこう。トリスですね。こんな感じになるんだね。面白いね。よし。トリスですね。トリスのウイスキーですね。グラスと氷の大きさが合ってない。すいませんね、適当で。で、これトリス。じゃあ早速、あ、だんだんこう溶けてって、下にこう落ちてってるところがいいですね。あ、なんかぷくぷく泡立ってるよ。よし、あ、いきましたね。じゃあいただきましょう。最初は、あ、ロックで。トリスですね。美味しいですね。やっぱトリスはね。うん。でね、これハイボールにしてもいいんだけど、どうしようかな。ハイボールにしますか。せっかくだからね。やっぱトリスってハイボールだからね。あ、これ強炭酸ですね。ちょっとレモンが入ってるんですけど、大したことはないですね。やっぱトリスはハイボールでしょう。うん。よし。やっぱりこれはね、トリスはやっぱハイボールなんだよね。うん。いろいろさ、ハイボールとか言ってんでさ、言うけどさ、ジンビームハイボールとか。やっぱトリス、あ、ハイボールってやっぱね、トリスなんですよ。あ、ハイボールですね。トリスのハイ、やっぱハイボールはね、絶対トリスが一番合うんで。もういいかな。よし。よし。うん。よっと、うん、それでやっぱおつまみはこのナポリタンですね。いいね。あのトリスバーって若い人も知らないと思うけどね、あのね、僕の世代もね、ちょっとトリスバーはね、もうあれなんだよね。僕がね、20歳ぐらいになって酒飲み始めた時はトリスバーってもうほとんどなかったけどね、1960年代ぐらいの僕の、要するに親父の世代だよ。まあね、ほんとね、トリスバーってそこら中にあった。うん。このトリスをね、安いから、あれで飲ませてくれる。まあ、大衆酒場のバーみたいな感じで、トリスバーってね、あったんだよ、すごく。うん、これ、スパゲッティ、ナポリタンですね。と、やっぱハイボールだとポップコーンか、このナポリタンみたいなね。あとピザとかね、いただきます。うん。うん。この、なんとも安っぽいこのナポリタン。まあ、実際安いんだけどさ、139円だね。俺、定価だからね、これ、半額じゃないからね。ロジャースって、埼玉県にあるロジャースってスーパーなんだけど、まあ、強力なんだよ、ここめちゃくちゃ安くてさ。埼玉で住んでて、ロジャース知らないやつはモグリだね。うん。うん。でさ、このさ、このスーパー、で、これ、まあ、こんな、
ピーマンとかね。うん。このピーマンの千切りが入ってるのがやっぱ重要だよね。それでさ、ベーコンとかじゃなくて、このソーセージが入ってんだ、ソーセージが。うん。もう完璧だよね。で、これは何だろう。あ、マッシュルームですね。マッシュルームが入って。まさにトリスを飲むためのナポリタンみたいな感じですね。うん。うん。あの、昔の喫茶店とかさ、昭和の時代の喫茶店とか、ああいうとこにあるナポリタンですよね。うん。昭和のナポリタンですね。まさに昭和の時代ですね。で、まあ、僕はもう酒飲み始めた頃は、まあ、大学生の時は昭和だったんだけど、就職してすぐ平成になって。うん。で、ね、僕の時はね、その、トリスバーっていうのはね、サントリーバーっていうふうに変わってた。あの、このトリスのウイスキーって、実はね、これ、うん。サントリーなんですよ。そうですね、ここに書いてあるけど、製造者サントリーって書いてあるんですけど、うん、モルトプレーンクラ、モルトウイスキーなんですけど、これ、ね、サントリーで作ってるんですよ、このトリスって。それでね、サントリーっていう名前を売るためにね、そこら中に作ったトリスバーをね、サントリーバーって名前にどんどん変えてってね、もうそこら中サントリーバーになった。一時期トリスバーがすごくあって、で、僕が20代で飲み始めた時は、割合サントリーバーっていうのがそこら中にあった時代ですね。でも、やっぱり、うん。俺トリスのハイボールを飲ませてくれるってのは一緒だったんですけどね。安かったね。うん。ね、うん、カウンターしかない。カウンター座ってさ、で、このナポリタンとか、こう、安いさ、なんかこういう、まあ、おつまみで、こう、ハイボールを飲む。これがかっこいいとされてましたね。なぜか知らんけどね。うん。うん。うん。サントリーバーでハイストハイボールを飲むんですからね。で、おつまみはピザとかナポリタンとかこういうパスタ系が結構多い。うん。要するに炭水化物だ。炭水化物でウイスキー飲むみたいなね。うん。そんなのがね、あの、ガチで流行ったもんですよ。うん。あと焼きそばっていうのも食うけどね、焼きそばはあんま取り、うん。サントリーバーに焼きそばってあったかな？どうだったろう？よく覚えてねえや。うん。うん。うん。で、あとつまみに出てくるのがさ、ポップコーンとピーナッツ。ポップコーンとピーナッツね。これはちょこっと持ってあるのよ。で、なんかさ、うん、あの、いわゆる、お通しみたいな感じでさ、小皿に乗ったピーナッツとかポップコーンが出てくるんだよ。それで何百円か取られちゃうみたいな。で、カウンターに座ってさ、うん。で、うん。だらだらこのトリスのハイボールを飲むんだよね。うん。それがあの、当時の、まあ、親父、男どもの生活でございますね。うん。女も入ってくる、基本的に男。トリスバーで飲んでるのは男でしたね。女の人ってまあ、来て、飲み禁制じゃないんで来てもいいんだけど、あんまりなかったね。うん。仕事が終わってさ、基本的に一人で行くの。トリスバーはね、一人で行く。居酒屋とか飲み屋はね、大勢で行ってもいいんだけど、トリスバーはね、基本的に一人。サントリーバーは。一人で静かにカウンターで、静かに飲む。これがかっこいいとされてましたね。うん。うん。ペラペラくっつべない。バーっていうのは本当にそうです。あの、バーっていうのはヘコヘコですね。いろんな人と話さないで、カウンターの上にお酒があって、そしてこうやってお酒をたしなんでる。まあこんな感じで、うん、おつまみ足んねえな。この焼きそばも食おう。焼きそばも食おう。ちょっと焼きそばもレンチンしよう。よし。よし。うん、よっ。よし。うん。飲んじゃおーって飲んじゃおう飲んじゃおう。あ、うめえだ、やっぱトリスな。あ、うめえ。ああ。あと俺が若い時にあったな、今でもあるんだけど、それはショットバーってやつね。うん。あの、一杯さ、いくらでさ、あの、その場で、あの、お酒一杯頼むごとにさ、カウンターで頼む。要するに赤羽の憩いだよ。あの、立ち飲み屋の。
バスエの立ち飲み屋のかっこいい版がですね、バスエの立ち飲み屋のかっこいいバージョンがショットバーですね。うん。この前に小銭を置くわけ。で、こうやってさ、ウイスキーとか言って、ウイスキー。西部劇なんかでよく出てくるじゃん。ウイスキーとか言って頼んでさ。でさ、一本こうやって、親父がこうやって、こうやってつぐんだよ。ちっちゃいさ、こんなでかいグラスじゃなくて、ちっちゃいグラスでさ。で、ワンショットいくらでさ。で、コインをさ、なんか、25セントのコインかなんか1個置くんだよね。あれがね、あれを真似してね、500円玉置くんだよね。一杯500円で意外と高いみたいなね。まあそんな時代もありましたね。今どんな感じなんだろう。本当に外で飲まなくなったからさ、冷静に考えると外で飲むってえれえ金かかってバカバカしいってことさ。あるから、基本的に外では飲まないからな、俺な、めったなことさ。一人で最後に外で飲んだっていつだろう。赤羽にね、イップっていうね、立ち飲み屋があるんだよね。結構混んでるとこなんだけど、そこでね、一人で、わっ、わった。あ、変形しちゃった。変形しちゃった。赤羽にね、イップっていう飲み屋があって、立ち飲み屋で結構有名な、夢坂チャンネルさんとかね、撮影してたけど、あそこでね、最後飲んだかな。でさ、夢坂チャンネルさんって、まあ、春日部の、ダイニングバー経営してる若い女性の人なんだけど、その夢坂チャンネルさんが、そこで撮影してたからさ、俺も撮影させてもらうのかなと思ったらさ、思いっきり断られたからね。なんだこの差別はと思ったけどね。それで行かなくなりました、みたいな感じで。まあ、別に行ってもいいんだけど、あんま行かねえな。立ち飲み屋なんだけどね、決してあんま安くないんだよね、あそこでね。まあでもすごいいつも混んでてさ、なんか人気店なんだけどね。よいしょ。まあ、あるんだけど、やっぱり立ち飲みだから落ち着かねえし、いつも混んでるから落ち着かねえし、で結局さ、3回ぐらい行ったかな、でも一人で。3回ぐらい行ったんだけど、結局行かなくなっちゃったね。いただきます。スカベラ飲みは本当は開発しなきゃいけないとか言うんだけど、なんかやる気がなくって。いただきます。まあやっぱりナポリタンの方が合うね。まあこうやって、肉が入って、キャベツが入って、でまあこう紅生姜があって、こんな感じなんだけど、やっぱりハイボールは、焼きそばよりナポリタンの方が早くなる。結論みたいな感じ。やっぱでもトリスのハイボールうめえな。やべ、どんどん飲んじゃうな、これまたね。また深酒になっちゃうよ。だからまた明日仕事になんねん。仕事っつっても何かって言ったら動画を撮るか、何しろはまあ、司法書士の仕事もちょくちょくやんなきゃいけないんだけどさ、ちょっと溜まってるからね。今日はもう夜のさ、もう遅いんだよ実は。こんな時間だぜ。12時だよ。だからこれ飲んで、すぐ寝て、お風呂はもう入ってきたんで、12時で寝て、それじゃあまあ翌朝、まあ、起きて、どうしようか、仕事しようか。もう土曜とか日曜の方が、割合事務所とか俺落ち着いてくるから、ほんとね、サラリーマンと全然生活違うよ、自営業って。俺も自営業なんだけどさ、YouTube の配信と、司法書士で、ご飯食べてる人間だけどね。曜日の感覚がね、基本なくなる。だから、3
裁判所なんかに電話かけて、あれなんで誰も出ないんだろうって言ったら土曜日だったとか。そうか、法務局も裁判所も土日は休みかみたいな感じだよ、当たり前のことに気づくみたいな感じで、曜日の感覚がまずなくなるよね。でまあ朝起きた時が一日の開始だよ。で眠くなって寝る時が一日の終わりみたいな感じなんだよ。やっぱね、そのサラリーマン辞めて自営業にして何が一番いいってね、朝ね目覚ましをかける必要がない。これがでかいよね。目が覚めた時が一日の始まり、それで眠くなった時が一日の終わりなんだよ。これがねやっぱり最高。トリス。サラリーマンってさ、どんなにさ、それこそ前の晩さ一睡もできなくてさ、なんかさ諸事情で、でも8時半とか9時からは仕事しなきゃいけねえじゃん。あれがしんどいよね。なんかどんなに辛くてもさ、仕事しなきゃいけないとかしなきゃいけないみたいなのがあって、あれが辛い。ともかく、朝決まった時間に起きて職場に行って、で一日仕事してないといけないっていう、あれがねないだけでもね、ほんと楽。毎日の生活が全然楽よ。まあおかげさんでね、皆さんに再生していただいて、まあかなり、ね、今再生数落ちて、まあまた収益下がったけど、それでも公務員で働いてる時ねと同じぐらいのお金もらってるからね、まあほんといいよね。コスパ最高だよね。まあ明日もこれで酒飲んで寝てさ、それでまた朝さ、目が覚めたら、さっきね、メインチャンネルの動画一本撮ったんだよ。メインチャンネルの動画一本撮ったから、今日二本撮った。今日ね、メインチャンネルの二本、動画二本撮って、サブチャンネル実はこれ三本目。飯食う動画、今日三本目だよ。だから明日の朝起きたらまずメインチャンネル出して、で、お昼頃になったら、サブチャンネル出して、夜またサブチャンネルもう一本出してみたいな感じで。明日3本ぐらい出そうかなって思ってるんですよ。まあ、それでね、1日1万5千円とか入ってくるからね。今、俺の近所でさ、工事やっててガードマンの人立ってくるさ、炎天下で1日立ってて1万2千円だからね。まあ、この、恵まれた僕ちゃんの環境、まあ、この涼しい部屋でだよ、ここにベッドが、ここに俺の目の前に布団があるわけだ。でこのここで寝る、で起きたらここで動画を撮る。そしてまあアップロードして、でまあだらだらすごい、でお腹空いたらまあご飯を食べるんだけど、そのついでに動画を撮るってね、そういう感じで、あれやればさ、とりあえず1万10000ぐらいお金入ってくるからな。いや、ほんとありがたいよね。ガードマンで1日さ、ほんと炎天下で大変だと思うんだけどさ、あの人と同じお金いただけるかというと、ほんと皆さんありがとうございます。ほんとにありがとうございます。ほんとありがとうございます。ありがたいですね。ウイスキーうめえな、やべえな。やべえ、ウイスキーやべえの、めちゃくちゃウイスキーうめえな、これ。やっぱトリスうめえな。やべえ。あれね、トリスのおつまみでもう一つあるじゃん。チーズ、ちょっと待ってね。チーズ買ったよな、俺どっかにな。チーズ、あったチーズ。チーズだよ。まあ、チーズにクラッカーを挟んでね、出すっていうのあるけどね。このチーズだよ、このチーズ。チェダーチーズ。このチーズをですね、おつまみにね、このね、この、トリスハイボールを飲むっていうのはまたこれがおつなんだよね。
ヒヒヒ、いただきま。やべえ、どんどん飲んでるな。今日開けたのにもうこんな飲んじゃってやべえ。一日で半分ぐらい飲んじゃうかもしれない。やべえな。それはちょっと自重しないとね。明日もやっぱ働かないとね。で、明日研修、ね、あの、司法書士の研修があるんで、明日ね、午後ね。それはちゃんと出ないとね、研修単位ちゃんと取らないと怒られるからね。うん。司法書士結構研修が多いんだよね。うん。会費も高いんだけど、研修も多い。で、これチーズ。チーズをですね、こう、チーズですね。チェダーチーズね。うん。これ全部、あ、これ入って、これ180円ぐらいのチーズですけどね。なかなか美味しいし。うん。で、このチーズをこって、やっぱ、ウイスキー。いや、これもまたいいんだよね。うん。やべえ、酔っ払ってきた。やべえ、酔っ払ってきた。ウイスキーみたいな。やっぱウイスキーうめえな。俺、基本的にウイスキー派だから。うん。うん。ビールとかあんま飲まない。うん。でもやっぱ飲み放題とかでさ、ビールがついてるとさ、やっぱ、うん。一番コスパがいいのはビールだって聞いてるから、やっぱビール飲むけどね。うん。うん。なんか、うん。なんか黒川敦彦さんが、うん。なんか、ね、あの例の黒川敦彦さん。おじいちゃんの代から CIA の黒川さんがなんかそこら中でバーベキュー大会やるとか言ってね、うん、言ってたんで、まあ俺も行こうかなと思ってるんだけど、なんかビール飲み放題らしいから、じゃあビールでガンガン飲むかなみたいな。ビールほんと飲まないんだけどね、俺普段もね。うん。でもなんか、うん、一番コスパがいいのがビールだって聞いたから、うん、じゃあビールかなみたいな感じで貧乏だね。ビールを飲みたいからビールを飲むんじゃなくて、コスパが一番いいからあえてビールを飲むというですね、一番貧乏くさいから、うん、お店にとっては一番迷惑。うん、なんか、うん、飲み放題でもよくあるのは、ビールはビールなしだったらこの値段だけど、ビールを飲み放題にするんだったら通貨で500円とか1000円とか結構あるもんね。うん。で、なんかビール飲み放題にするらしいね。なんか、じゃあ、やっぱビール飲みまくるかなみたいな感じで。俺、あんまビール飲まないし、あんまビール好きじゃないんだけど。でもなんかコスパ一番いいからビール飲もうかなとか。ダセ。ダセ。うん。うん。というわけでね、まあ、うん。あ、うめえな。うん。あとはやっぱピーナッツだよね。ピーナッツ。ピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツもね、またね、この、うん、トリスハイボールの時はあるけど、あとポップコーンなんだけど、うん、ポップコーン買ってくるの忘れちゃった。すみません、ポップコーン忘れた。うん、だからポップコーンだけでよ、あの、ウイスキー飲む。あの、ショットバーとかでさ、よくあるのはさ、の、あの、その、お通しでポップコーンなんだけど、もう、おかわり自由。うん、で、俺がね、若い時によく通った、かなり酔っ払ってきちゃったけど、うん、通ったね、ショットバーはね、なんか、去年行ったら潰れてなくなってたけどね、お通しがポップコーンで、おかわり自由。で、他のつまみは別に頼まなくてもいいって言うんだ。で、酒を飲む。うん。だから、そこ座ってポップコーンだけかじりながらひたすら酒飲むんだ。一杯300円からね、高いんだとね、3000円くらいするやつもあるんだけど、なんか、うん。なんか30年か40年くらい寝かしたウイスキーとかね、出てきて、一杯何千円とか出てきたからね。うん。まあ、うん。なんか懐かしいよな。若い頃はよく外で飲んだな、いろいろな。うん。今はほんとひたすら家飲みになっちゃってさ。うん。まあ、家飲みが一番コスパがいいということに気づいた瞬間にもう外では飲まない。あと人とつるまなくなったよね、やっぱね。うん。ほんとにさ、なんか YouTube 配信でご飯食べてると、うん。人と基本的につるまないよね。うん。だからやっぱ人ともっと関わりを持たないといけないみたいな感じがあって。
ちょっと反省してますよね。やっぱ、うん、ピーナッツと鶏細胞はやっぱ合うね。うん、合うわ。うん、あ、ポップコーン買ってくるの忘れたのすね、後悔。ポップコーン、やっぱハイボールだったらポップコーンだよ、失敗したよ。あの例のさ、昔サブチャンネルであげたあのポップコーン製造機、あれどこやったかな、あれやるか、うん、あれでウイスキーハイボール飲むか。あーうめえ、やべえ、うめえ、ウイスキーがうめえ。もうちょっと飲んじゃう、ずいぶん飲んだよ、もうちょっと飲む、やめよう、うん、明日も仕事しながらだいぶ酔っ払ってきたんで、うん、よし、うん、よし、ということでね、もう、おつまみも2品もね、ナポリタンと焼きそば洋風食っちゃったし、チーズ食ってかなりちょっとベロベロになってきたんで、ロレスも回んなくなってきたんで、これでですね、とりあえず終わりますということで、これはまたちょっとしまって、また後日飲むということで、うん、ということでね、相変わらずグダグダでございますが、サブチャンネルはいつもこんな感じでございますので、よろしくお願いします。ということでね、ナポリタンを、トリスハイボールで決めるということでお送りしたわけでございます。サントリーです。どうもありがとうございます。失礼します。